はい、ではレボークアプライド B 型 STI スポーツ R FA24 ターボ搭載の、グレード一般道というか高速道路走ってみたいと思います。簡単に車のおさらいをすると、エンジンが FA24 のターボ搭載、そしてミッションがですね、CVT ですけれども、スバルパフォーマンストランスミッションと、もう名前まで変えてですね、かなり大幅な刷新をしたということで、従来型の高出力向けのリーナトロニック、スポーツリーナトロニックというのがありましたが、これがもうミッションそのものがフルモデルチェンジをしたというくらいの変化を遂げたミッションが搭載される、エンジンもだからね、ガラッと変わるわけですが、ミッションのこの違いも大きい。そして AWD のセンターデフが VTD-AWD に変わるということで、この AWD システムを含めたパートレーンが完全に別物と、逆に車体の方はですね、サスペンション、およびタイヤなどはですね、従来の CB18 搭載車の STI スポーツと同じ、ということで、これ逆に驚いたんですが、以前の動画でミニサーキット走った時の印象を報告しておりますけども、足回りおよびタイヤ同じなのに、もう全くそのパワーアップした分、トルクアップした分に全く負けてなかったということで、今高速道路巡航している時においても、まさにそういう感じでですね、もともとこのレヴォークは最初の A 型の CB18 搭載車の時点で、やっぱりこの車体側の余裕が相当でかかったんだなということも改めて思います。で、今この高速道路巡航しているとですね、本当にわずかなアクセルの踏み込みに対して出るトルクの豊かさも印象的ですけども、あとこの車全体の静粛性がですね、またさらに上がってるのかなと、これはやっぱり STI スポーツ R ということで、値段もまた上がりますから、ちょっと遮音材なんかもちょっとやっぱ増えてるのかなという気もしますけど、エンジン単体から鳴ってるなんかその音も18の、エンジンよりはなんかちょっと小さく聞こえるのかなという体感値として、そういうものを感じます。なので、そのトルクが増した分、そして静粛性が上がったように感じるところも相まってですね、車全体の上質感がすごく高いなと。なので、馬力とトルクが上がってスポーツ性が上がってるというよりは、その車全体の上質感ですよね。それがこうすごい上乗せをされた STI スポーツだなと。そしてサスペンションと車体は全くそれに、負けてないし、マッチングもしてるということで、これはまさに従来の STI スポーツのもうさらにその上の上質な STI スポーツという印象がすごく強いです。はい。で、このエンジンそのものも、排気量もね、18と比べればだいぶ上がりますし、ピークパワーとトルクも相当上がってるわけなんですけども、やっぱりね、印象的なのはこのミッションの変速のフィーリングですよね。あの歌い文句としてね、デュアルクラッチの素早い変速にも負けない、ものを作ったんだと、あのこの言語型レヴォーグの開発をまとめた五島 PGM、 それ自信満々におっしゃってましたが、それはまさにサーキット走行でもね、その言葉に嘘はないということを実感しましたが、この高速道路の巡航においても、ちょっとアクセルを踏み込んだ時のそのシフトダウンの速さと、あたかも本当にこれはその CVT ではなくて、あの何ですか、普
通のこう8速 AT ですねみたいな、そういうギアがちゃんとあるミッションですかと思うほど、この変速のやっぱりキレが良くてですね、むしろエンジンのトルク上乗せ分よりもミッションのこの変速フィールの切れ味の良さの方が高速道路巡航してる上ではそっちの方が印象的のように思います。ミニサーキットドカーンとこう、ね、全開走行してるとやっぱりピークパワーの高さとか立ち上がりのトルクの強さすごい印象的だったんですが、高速道路巡航してると何気なくアクセルを踏み込んだ時の反応の良さとミッションのこのダンステップ制御のこの切れ味の良さ、これが普通の D レンジ入れっぱで、ドライブモードセレクトはノーマルのままスポーツにしてない状態でもですね、小気味よくシフトダウンがね、まあ、昔ながらのキックダウンがすごい速くてスパスパと落ちると、なのでこの D レンジにノーマルモードで D レンジ入れてる状態でもデュアルクラッチの変速フィールに本当に遜色がないようなところがあるかなということで、やはりこのスバルパフォーマンストランスミッション、まだちょっと名前的に馴染みがないかもしれませんが、アルファベットで言うと SPT だったかな、一瞬何これと思うアルファベットですけど、ちょっとこのミッションはやっぱり恐るべし進化を遂げたかなということをですね、サーキット走行での全開時以上にそこを思います。で、まあ、厳密にはおそらく CB18 エンジンよりも少しはエンジンも重くなってるでしょうし、で CB18 エンジンってすごい全長の短さが特徴的でしたんで、まあ、そのねエンジンのその何しかモーメントと言いますかね、そういうものからすると CB18 より若干物理的に不利なところが多少あるような気がするんですが、まあ、もちろんこの高速道路普通に巡航してる、あるいは市街地走ってる上においてなんかフロントがちょっと重くなったねみたいな、まあ、そういうことは全くない、まあ、それはサーキット走行の時もね感じました。でおそらくまあ厳密にはねエンジンもちょっと重たくなってると思うんですけど、やっぱそれを補ってあまりあるミッションの切れ味と、あとその AWD の VTD、 やっぱりこのトルク配分が少し後輪寄りになる、まあ、昔なじみのねもうこのレガシー GT 系からずっと継承されてきたターボの AT の AWD、 これがあの復活をしたわけですけども、まあ、このやっぱ VTD ならではの、駆動配分後輪寄りのがもたらす、まあ、回答性のね高さ、その辺も相まってですね、ハンドリング的にハンドリング面でも従来の CB18 搭載の STI スポーツよりもやはりさらに、切れ味が鋭くなってるのかなと、まあ、そこはやっぱスポーツ性もね上がってる、全体的な上質感が上がっただけではなくて、やっぱり STI スポーツという車に期待をするスポーツ性能、まあ、これ間違いなく高くなってるということで、旧型というかね歴代レガシーの GT のターボの AT 車ずっと乗ってきたようなスバル車ユーザーはね、あ、これぞスバルのスポーツワゴンだねみたいな、そういうものをねすごい感じられるんじゃないかなと、まあ、従来のねCB18 のレヴォーグにももちろんそういうところありましたが、まあ、やっぱりピークパワーとトルクが上がる分、そしてこの VTD-AWD の回答性が上がるようなところによってですね、よりその伝統の味がより濃くなりましたみたいというところで、まあこれね、こういうものを待ってた人には待望のというご期待に添えるというものかと思います。あの数値的にはですね、まあ、やっぱり例えば旧型の初代レヴォーグの 2リッターはですね、まあ、300馬力、まあ、これ数値的には275馬力、そして車重も少し重くなってるということで、そこをやっぱ気にするね、あの
人ももちろん少なくはない、それこそ歴代レガシーで、ね、ずっと乗ってきたような、例えばあの井本さんのようなね、もうモデルチェンジのために馬力は上がらねばならぬのだみたいな、そういうこう思いの強い人にとっては馬力が下がってしまったということ、まあそれは数値的なものとはいえやはり気になるところとはところだと思います。でやっぱりね、ミニサーキットの前回の時はね、やっぱり旧型のね FA20 のあのこう今思えば多少ピーキーさもあったあのピークファーの立ち上がり感、まあ、あれはやっぱり旧型ならではの魅力だったかなというところもありましたが、まあそんなにやはり全開ね、サーキットのように全開にしないこの高速道路の巡航においては、例えば料金所からのダッシュとかそういう場面においてはですね、もう全くその加速感とかね、そのハイパフォーマンスなスポーツワゴンに乗ってるという、まあ、歴代レガシーおよび初代レヴォーグで得られた、まあ、これ本当スーバルのまあお家芸だと思いますけども、それはもう間違いなく得られるし、あのその単純な加速力の加速 G 以外のものですよね、そのミッションの変速の段付きの切れ味の良さであったり、まあ、音の静かさであったり、車体全体の、ね、まあ、コンフォート感であったりというところで、やっぱり総合的なものはやっぱりもちろん旧型のね料金所ダッシュの気持ちよさでいうと、これはなんかいろんな意見があると思いますが、まあ、個人的には総合的にはやっぱり圧倒的にこの新型の FA24 の方が気持ちよさは上かなと、これはまあダブル S4 でも同じようなことを思いましたけど、そこね、まあ、どうしてもとはいえ俺はやっぱり300数字が下がるのは嫌なんだっていう、まあ、それはちょっとしょうがない、もうそこまで言うあの方々一部おられるとは思いますがね、それはもうしょうがないですけど、でもやっぱり、ね、そういう人も乗ってみてアクセル一踏みすればね、まあなるほどみたいな、だいぶこうそのね思いも覆えるのではなかろうかと思います。ということで、やはりこのね FA24 搭載のレヴォーグの SS フォース R、まあその スバルらしさね、歴代レガシーらしさというものがやはりそのかなり濃くて、まあ濃くて内容のね濃くて質の高いものになって戻ってきたといいますか、得られるようになったということでですね、まあだからこの日本体制でなんかすごくいいですよね。で片やですね、やっぱりね、じゃあこれまでの CB18 のねレヴォーグの SI スポーツはちょっと色あせるのかというと、もちろんそんなこともなくてですね、やっぱりこの24が出てから18のねターボの方に乗ってもやっぱそっちはそっちでこう独特の警戒感もあるし、あの街乗りだとねやっぱりこれでいいよね、まあ、値段も安いし相対的に値段も安く感じるという効果もあるんですけど、この24が出たことによって、なのでまあ選択肢がまあ一つ増えて、でそのやっぱりハイパフォーマンス重視の人は圧倒的にこっちを気に入るはずですし、その従来型に CB18 車に不満を感じた人の不満はもうことごとくこれで解消するどころか、その、ね、もっと上乗せもあるということで、まあアップライド B 型になって、ね、ようやくこの 2.4 が追加された。そしてあこれないサンルーフね、サンルーフも選べるようになったということで、まあ、この、VN 型レヴォーグは、まあ、これラインナップとして、まあ、2年目になって完成をしたなという印象でございます。で後ほどワインディングね、やっぱりこの VTD-AWD のねその効果良さ気持ちよさを味わうにはやっぱりまあ多少くねくねしたところでそれがはっきり出ますので、それを後ほどワインディングで味わってみたいと思います。はい、では山道ワインディングロードに
差し掛かりました。まあ、あのサスペンションそのものはですね、従来型 CB18 搭載の STI スポーツと基本同じ、まあ、タイヤも基本同じということで、まあ、車の動きそのものはそんなに変化がないだろうと思われるんですが、まあ大きいのがやはりミッションと、あとその AWD ですよね、 VTD-AWD、まあ、これが結構やはり山道のくねくねしたところを走るにおいてです、やっぱフィーリングに大きな影響を与えてくると。 AWD システム、まあ、スポーツになると、あの駆動配分とか変わるんではなくてですね、要はこの四駆の高速力がフリーに近くなると。なんかつまりこれはドライバーズコントロールセンターデフ のオートモードでマイナス寄りにした時の、これは WSTI 乗ってる人なら分かると思いますけども、それに近いものが実は AT で再現がされる。それはそれによってですね、まあ、よりその回答性が上がる、フロントのスッキリ感が増すわけですよね。四駆のガチッとした高速力が弱まることによってスポーティーさを増すと、そういう方向で四駆の制御が変わりますので、まあ、あたかも駆動配分さえも変わったんじゃないかと錯覚するくらいフロントの手応えが変わる、まあ、これによって回答性のこの頭の入りとかということで CB18 の STI スポーツも十分なスポーツ性が味わえましたが、まあ、やはりこの山道においてもこの 2.4 リッターを積んだ STI スポーツ R、やはりスポーツ性がさらに増すのかなと。でこのワインディングを普通にね、そんなあの適度なペースで流してる分においてもそれは十分に感じられるので、この STI スポーツ R のもしかすると一番の醍醐味はやはりこのワインディングになるのかな。エンジンのねパワーがでかい、トルクがでかい、まあ、それもすごい魅力ですけども、やはりこう車全体ですよね。やっぱりミッション AWD、ね、エンジンのトルクの上乗せ分で、サスペンションボディは、まあ、従来からものすごい余裕があった。それが相まって本当にその質の高いバランスの取れたスポーツスワラー、あとまあミッションの、ね、切れ味が本当に良くてですね、今スポーツモードにしてますけども、あのミッションそのものももう大刷新をした、例えば変速用のプーリーとかね、金属のベルトのチェーンとか、まあ、その辺も新しくして、ソフトウェアだけではなく、まあ、かなり刷新をしているわけなんですけども、あのそのシフトチェンジ時のねやはりフィーリングに、まあ、特にこだわった、どうしてもこう CVT のね特有の変速のフィーリングがどうしてもやっぱり合わないという人がやっぱり少なからずまだいるという方々に対しても、あこれだなと思ってもらえるものをすごい目指してですね、これまではその変速のねソフトウェアの部分とか、あるいはそのシフトアップするときにわずかにこうエンジンのトルクをこうダウンさせるようなものがあるんですけども、従来型というか旧型までのスポーツリニアトロニックまでは、まあ、それをミッション側だけでやってたのを、この 2.4 ターボのターボとスバルパフォーマンストランスミッションの組み合わせからは、エンジンの方もかなりその変速するときの切れ味を出す工夫をエンジン側の制御でもかなりしてるということで、こうエンジンとミッションがこうなんか共同作業によって変速のねフィーリングを良くした、まあ、そこが結構でかいと言われてまして、あのそれによってですね、本当これ言われなかったら何の予備知識もなくこの車乗ってると、僕は多分 CVT だと当てる自信がないというか、気づかないというか、それくらいこのシフトアップダウンももちろんそうですけど、シフトアップのねこの絶妙な感じ、こうまたシフトアップの時のショックがまたでかすぎるとね、
それはちょっとまた願い要素になるし、逆に完璧にショックが本当にゼロだと、まあ CBT 基本ショックがゼロなんですけど、それだと物足りなさが出てしまうという、この車付きの感性のすごい難しいところなんですけど、そこで、ね、まあすごい突き詰めたわけですね。あとシフトダウンの時に自動プリッピングが、CVT として、スバルの CVT として初めて入ったというところもめっちゃでかいですよね。そこも含めてですね、なんせこの変速のフィーリングの向上、これにもう本当に執念を注ぎに注いだというものになってまして、もう全車このミッションになればいいのにとさえも思うんですが、まあ、現状このミッションはね、高出力のエンジン向けの、まあ、その、強度の、ね、高いギアボックスでしか現状、まあ、できないわけです。まず、やっぱギアボックス自体の強度も必要ということで、まあ、そういう設定になってるんですが、なので、このスバルパフォーマンストランスミッション、もうな、こうね、ちょっとイメージ変えるために名前変えましたというものではもちろんなくてですね、本当にこう刷新をされて、特にその入魂したのがね、もうこの CVT のフィーリングが嫌だという人、あるいはこれまでね CVT リニアトロニック、まあ、満足はしてきたけども、もうちょっとこの辺がこうね変速気持ちよくなればね、もうちょっと CVT のこうね特有のものがなくなってデュアルクラッチのようになればねみたいな、そういう声はずっとあったわけですけども、それに対してとことんまで向き合い執念を注ぎ、それを実現したということで、やはりこのスバルパフォーマンストランスミッション、改めてこう注目をしてほしいかな。でこう山道来るとね、もう本当にそれは実感ができるので、エンジンのね排気量がでかいエンジンが乗っかったっていうところに行きがちですけども、なんか最大の肝はその辺のもうパワートレイン全体のね、駆動系全体の別物感、そこが最大のポイントかなと思います。